チューランコンタイカツラ店のあもいです。今日はナミウェーブを一緒にやっていこうかなと思うんですけども、ナミウェーブって意外と難しそうに見えるんですけど、そんなことなくてすごい簡単なので、その簡単な方法をちょっと一緒にやっていけたらなと思います。では早速やっていきましょう。では下ろしたらこんな感じ、これをちょっとナミウェーブにしていこうかなと思います。用意するのはまずはコテ、大体私は26mm でしてます。では先に、オイルを、ちょっとセットオイルみたいなものをちょっとつけておくので、それをつけてから、コテをするようにしてます。大体全体半分に割って、また半分に割ってもらって、大体耳前ぐらい幅で取ります。そこからコテでこういう感じでワンカール、外羽にします。こんな感じで、そこからそのすぐ上のところを内巻きにします。こうなってる部分のをまた巻いていく感じです。ワンカールしたら離します。こういう感じ。で、そこのまた欲しいところにこういう感じでつけてもらって離す。で、もうその上をワンカール。全部もうワンカールな感じです。ワンカールが重なって感じなので、それを外していったらこんな感じです。今度は波ウェーブになるんで、これを全体的に作っていきます。後ろの方も結構難しいって言われる方多いんですけど、後ろの髪の毛は長い方だったら前に持ってきてもらって大丈夫なんで、もうこのまま外羽根にします。まず左側ができました。こんな感じです。すごい波な感じになってると思うんで、これをこっちにもしていきます。はい、できました。あとは顔周りの髪の毛、私あるので顔周りの髪の毛も一緒に巻いておきます。後ろ向きにこういう感じです。はい、できました。簡単です。こういう風に巻いて、ここは全部ナミウェーブでしてもらったら、すごい簡単にセットできるかなと思うので、ぜひやってみてください。これだけでもすごい可愛いかなと思うんですけど、例えば一手間加えたい時にベレー帽とかカチューシャとかこういうのを加えてもらってもすごいおしゃれに見えて可愛いかなと思うので、一回ちょっとどんな感じになったかっていうのをつけてみたいと思います。はい、ベレー帽こんな感じになりました。前髪ある方はここに前髪を作ってもらってベレー帽とか被ってもらったらなと思います。カチューシャこういう感じでつけてもらったら、ベレー帽とまた違うような感じになりますし、一手間すごい加えられるので、すごいおしゃれ度が増すかなと思います。はい、すごいでも簡単、慣れたらすごい簡単になるので、ぜひ懲りずにチャレンジしていただけたらなと思いますので、はい。では、この動画が良かったと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。